はい、リボン100、ナイチンゲール、いよいよ、下半身の締めでございます。これは時間かかったで。これです、バーン。これね、後ろでございます。内側も全部ペーパーかけたった。これペーパー全部かけたった。で、このバーニア付近の取り付け根元、ここも根元とバーニアも全部ペーパーかけたった。これでもがいうぐらいかけたって。これやでこれで、これね、これだけじゃないんですよ。中にあのプロペラントタンクがあるんですけどね。で、これは こちらです、はい、これもうこれはねほとんど見えませんから、まあここのところやな、パーティングラインが入ってるんですけど、特に気にすることなく。これが付け根のところね、はい、これが足稼働します。これ二点軸で稼働します、はい、これないともう絶対無理ですから、はい、でこれが取り付け軸の根元、すっごい大味みたいなところ。でこれとこれが合体して、この後ろにつきますんで、はい、ちょっとつけてみようか。つけた方がいいやろな。ここはちょっと嘘かな。これね、まっすぐ入れんかったら入らないんですよ。何回かやってみたんですけどね。プロペラントタンクのね、タンクが下に降りる、下ろそうと思ったら水平につけて、ちゃんとしっかりね、下まで降りひんかったらね、動かないんですよ、プロペラントタンクの。斜めにならない。ああ、バリバリ。待ってね。なんか当たるとこがあってね、当たりがついたらね、すぐに置いてくれるんやけどね。でね、あ、いけた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 。あら、なんかつる。黄色いバーニアパーツが1個落ちた。ちょっと後で拾おう。ひどくなってます、今ここ。したらね、こんな感じかな。もうどうしようもできない。こんな感じです。前出すこんな感じです。後ろ取り付けて、なんかね引っかかりがあるんですよ。今度こうやって稼働させるまでの間に、でこれこう止めましてね。で、あとこれ、このカブトムシや。カブトムシ言うとだけど、これがこうつくんですよ。こんな感じでつきます、はい、ね、これで下半身は OK です。はい、ひどかったな俺もな。今ねバーニアが1個ねポロって外れて落ちたんですよ。1個、まあ、もしかしたら取れるかな。赤かんか、赤変なところに落ちとるか、ちょっと無理やわ。後で取ろうかっていうところです。